インターン生の山本です。今回は千葉ロッテ強さの秘訣第4弾ということで最後のテーマになります。最後のテーマはドラフトです。今までのテーマとは少し違い、球団側が選手を獲得するというチームの運営の一部になりますね。まずドラフトの具体的な方法についてお話しします。ドラフトは新人選手選択会議規約に基づいて1年に1回だけ開催されます。最初の1巡目のみ各球団が一斉に選手を指名して、指名がかぶった場合には抽選によって選手を決めていきます。この抽選に外れた場合には再度希望選手を選択することができますが、1巡目外れ指名という形になり、すでに指名されている選手は指名することができません。当然世代注目の選手は競合する可能性が高いので、指名をずらして別の選手に指名するなどの対策をする球団も少なくないです。近年だと2017年のドラフト会議で清宮幸太郎選手が高校生では最多タイとなる7球団の競合になりました。またその年には前回紹介した安田尚憲選手が外れ1位でありながら3球団の競合になるなど、その年によってドラフトの状況は大きく変わります。それではここから千葉ロッテマリーンズの直近5年間のドラフト1位について振り返ってみましょう。今回は千葉ロッテマリーンズに入団した選手の最高順位のみを記載します。記事には表がありますのでそちらをご覧ください。で、5年間を振り返ってみますと、5年間のうちなんと3回もドラフト1位の抽選のくじを引き当てていることがわかります。また2016年と2017年についても外れ1位の競合までで抽選を終えています。プロ野球の球団数は12なので非常にくじ運が強いということがわかりますね。ドラフト1位の選手が全員プロで活躍するというわけではないですが、やはりドラフト順位の高い選手の方がプロで活躍する可能性が高いのは言うまでもないです。したがってドラフトで幸運なのも千葉ロッテマリーンズの強さにつながっていると言えるのではないでしょうか。また上記の選手たちはまだまだ若手の選手なので、今後の活躍に期待したいですね。なお10年間分振り返っても千葉ロッテのくじの運は強いので、気になる方はぜひ調べてみてください。4回にわたって千葉ロッテマリーンズの強さの秘訣についてお話ししてきましたが、興味を持っていただけましたでしょうか。プロ野球は現在新型コロナウイルスの影響で観客動員数を大きく減らして試合をしていますが、選手の方々は大変な状況の中一生懸命にプレーしてくれています。これからもプロ野球のファンとして選手を応援していきたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入りましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは